4月の新学期を迎え、子どもたちを交通事故から守ろうと、川崎市では市民総ぐるみで新入学児童の交通安全を図るよう努力が続けられています。市内各地で開かれた安全教室では、交通事故の恐ろしさや安全な通行の仕方を標識や映画を使って分かりやすく説明。また正しい横断の仕方などが指導されました。交通事故は幼い子どもにとって大きな危険の一つですが、親の手を離れて新入学する4月は特に事故が多く起こっています。みんなで交通事故から子どもを守るよう細心の注意を払いましょう。